青大寺は愛知県名古屋市厚田区にある如来教の本元。三号は登るは山。本尊は釈迦尼仏像。天寺である。明確な創建年代は不明。元は天文年間に創建された総統創工南寺の大門前にあったとされる。工事2年に港南寺が現在地に移り、征服寺と寺号を改めたことで、 北山墓地の入り口となったが、後に現在地に移転。聖福寺松であったが、後に宝持寺で松となった。如来京は、厚田に生まれた木野が、京は2年に神がかりとなって始まった孔で、終わり藩士や富裕な商人などに多くの信者がいたとされる。木野は、文政9年に没したが、その後も広く信仰を集めた。木野の父親が鉄地像を信仰していた縁で、 文政12年この校に聖福寺が所有していた地蔵堂と中鉄地蔵一体を譲り受けた。しかし、天保2年から翌3年にかけてこの校は、キリシタンの権威をかけられて藩により一時不況が差し止められるなど弾圧も受けた。一方で、中鉄地蔵については、天保14年に刊行された尾張藩の感染地誌、尾張氏において、 終わり六地蔵の一つとして記されている。高下三年、高を守っていた、小寺左平が宝持寺の二十七世、大立厳中の弟子となって、地蔵堂を再興し、厳中を地蔵堂の解散に迎えたことで、宝持寺の境外仏堂、鉄地蔵堂となった。この際に、を合わせて祭り、その説を報じたという。1873年に一旦は廃絶。 1876年に一部の息子である小寺大説によって再興された。大説は総当宗の僧侶であったことから、寺は再び法持ちで羅マとなり、総当宗の寺として扱われた。1945年12月の宗教、法人礼志向に伴って法人となって入来州を称するようになり、1952年7月に、 宗教法人法に基づいて法持寺との本末関係を解消して宗教法人院員として独立。1962年に如来京都変更、鉄地蔵堂も東和山青大寺と会合した。なお、三号の東和山は昨日の若い頃の名、東和から取られており、次号の青大寺については、青和は各新鮮な力強さを表し、大秘は 大きな慈悲の意味であるという、現在の大あり緑地には含まれていない。ありがとうございます。